はい、こんにちは。寝起きの前チャンネル、前原です。はい、久々ですね。一発で目が覚めるのかシリーズ、イエイ。ということで今日はこちらを用意しました。前ね、あのマグマ茶ってのやったんですけど、同じやつですね。罰ゲーム茶シリーズ、苦虫茶です。苦すぎて飲めねえ、寸振りを超えた激苦、口いっぱいの芋虫を一気に噛みつぶす極苦体験だって。口の中に芋虫が入ってるようなイラストが描かれてますけど、まあ飲んでみましょうよ。本来罰ゲームだからね朝から自分に罰ゲームを課すっていうね、前と同じですね。ティーバッグが2つ入っております。こちらに熱湯を用意してますので、ここに入れたいと思います。タイマー2分はい、終了です。今回もなんか普通のお茶だね、見た目が。匂いも普通のお茶ですね。じゃあいただきます。全然きつい。ちょっと涙出てきちゃった、これ。あー苦い。うわーすごい。うわー苦い。あーこれさ、もう匂いもさ、見た目も普通のお茶だからさ、罰ゲームというドッキリ出されたら最悪だよこれ。うわ、口の中気持ち悪い。でも、目覚めた